はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですが、青の塔で、まあ無事ね、多分動画を見てくださったと思うんですけど、もう絶対塔が出ない。まあ見てくださったと思うんですが、無事、ゼウス青鬼をね、クリアすることができましたと。はい。で、今回なんですけど、結構コメント欄でね、やっぱり、まあ11回とか14回、15回、そこら辺が本当に難しいと。いうコメントを、見かけました。で、11回に関しては、11回クリア、したっていう多分サムネがあって、それの動画がありますので、そちらで結構簡単に攻略できる方法載っておりますので、ぜひ、概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただきたいんですが、今回に関しては、14回、15回の、簡単にクリアできる方法というものを、まあ、簡単って言っても僕が言えたことじゃないですけどね、ゼウスに関しては。でも、魔王に関しては簡単にクリアできるかなと。で、ゼウスに関しては、リスナーさんのお力というかね、皆様のアドバイス、いただいた通りにちょっとやらせていただきますので、まあ、かなり信憑性は高いかなと、はい、思います。ということで、まず14回なんですけど、まあ、普通にチャレンジします。で、この14回に関しては、やっぱり難しいっていう方と、簡単っていう方分かれるんですよ。で、その理由がなんですが、やっぱり難しいって言ってる方は、魔王鬼をその、もう本当に一番最後まで連れてきてる方が、やっぱりかなり苦戦されてるんですけど、このね、このステージって多分これローラースケートついてるんですよ。この、ファイヤーマンっていうかそのスキンにね。で、なので、そんなに遅くならなくて、で、ここなんですよね。ここで、ミスったけど、多分いける。オッケー！はい、待って、ごめん、ミスった、今の無理、ダメですね。はい。今のちょっとやり直します。ちょっと今、配置があれだった。ってか、まず焦っちゃった。はい、ごめんなさい、普通に、ミスってやられちゃいました。まあ、とりあえず、まあ、簡単に言うと、魔王鬼を石像で止めちゃいましょうっていう話なんですよ。はい。今ちょっとやられちゃいましたけど、そんなに難しいことではないです。もう最初からね、結構もう、綺麗に、一個動かすだけで挟めるというかね、止めれるようにはなってるので、あとはちょっと作りだけ間違えないように。こういう感じで、OK！ これでいい！これで、もう、魔王には、その警告音は鳴ってるんですけど、来ることはできません。はい。こういう感じでね、ほら、もう完全に止めちゃってるので、こうすることで、あとはゆっくり追われることなく、ゆっくり行けばいいんですよ。もう本当に時間は200何秒あるので、ゆっくり行くだけで、あ、ばばばば。こうやって、一応警告音は鳴ってるんですけど、これは青鬼の警告音なので、何も恐れることはないです。はい。魔王鬼が迫ってきてるとか、そういうのではないので、で、あとはちょっとタイミング、ほら、こういう感じでゆっくりでいいんですよ。まあ、毒切りもね、あるけど、そんな焦ることはない。はい。で、こういう感じで、一個一個と。本来だったらね、魔王鬼がこうやって追いかけてくるから、結構恐怖なんですが、そういうこともないので、OK！ あとは、ここを通り過ぎていけば、魔王鬼の、に勝利することができる。でもちょっとこれ判定が怖いですね。ちょっとこれ難しい動き方になってるかな。オッケー！よーし！はい、こういう感じで。ごめんなさい。どっかで僕スイッチ押し忘れました。そうじゃん。ここじゃん。ごめんなさい。ここのスイッチを押し忘れていたと。ごめんなさい。それもね、今僕が、スイッチの横で待機してたじゃないですか。その時にスイッチ押せば大丈夫ですので。ごめんなさい。それ忘れてましたけど、まあ、こういう感じで魔王には石像で止めちゃえば、クリア可能でございます。はい。死亡って言っときながらちょっとクリア可能って言っとくのあれなんですけど、まあ、ほぼクリア可能、クリアしたようなもんなんで。じゃあ次は、ゼウス青鬼。雷神鬼なんですけどね。僕はちょっとゼウス青鬼と呼ばせていただきます。ごめんなさいね。はい。ということで、行きましょう。で、ゼウス青鬼の、まあ、勝ちやすいやり方なんですが、なんでこの画面にいるかというと、まず、動きももちろん後で紹介するんですけど、ゼウス青鬼ってね、このニケちゃんがすっごい強いらしいんですよ。まあ、コメント欄であったんですけど、小さければ小さいほど当たり判定が少ないっていうコメントすごい見かけて、だから、例えばっていうかその、ツイッターの方であったのが、新幹線あるじゃないですか。あれが、そうだ、本枠で持ってないんだ。サブでしか新幹線確か持ってないはず。なのでちょっとできないんですけど、例えば、あったあった。これ、新幹線とかは本当に鬼畜らしいです。もうすぐに当たっちゃう。で、かつ、さらに、ゼウス。ゼウスも、かなり厳しいらしいです。なので、ちょっとこれ今回、ニケちゃんとゼウス、どんだけ違うかっていうのをちょっとお見せしたいなと思いますので、まずゼウスで、ちょっと挑んでみたいと思います。これでクリアしちゃったらわかんないですけどね。一応動き方とかも説明はするので。はい。
まずゼウス。で、当たり判定が明らかに、1個2個、絶対違うらしいです。ニケちゃんと。当たりにくい。はい。ということで、じゃあ行きましょう。まずですね、動き方としては、スイッチ、まず目の前あるじゃないですか。これは多分、ずっと止まってても、ほら、当たるんだよ、これこれ本来、ニケちゃんだったら当たらないんですよ。これ。てか、通常スキンでは当たらない。ゼウスはマジで鬼畜だわ。あ、てか、だからあれか、ゼウスで、15回クリアなんだ。だから難易度が上がってるゼウスで15回クリアってことなんだね。まあ、でもそれは、新幹線でも一緒なんですよ。新幹線とか大きいスキン、要はでかいスキンとか、あと通常スキンでやるより、ニケちゃんがいいみたいです。あと、テントウムシとかでもいいのかな？まあ、ちょっとやってみましょう、テントウムシとか、ニケちゃんで。まあ、一応、今回ニケちゃんと言ったのは、まあ、皆さんが結構持ってるであろうニケちゃんですね。青鬼1、2、3をダウンロードするとかな。そうするとニケちゃんがゲットできますので、まあ、こちらでもいいし、持ってるんだったら、テントウムシとか、そこら辺も多分ちっちゃいので、それを使ってもいいんですけど、はい、今回こちらニケちゃんでいきます。これやると当たり判定がかなり低くて、クリアしやすいと。で、同時にちょっと動き方、ゼウス青鬼のクリア、まあ、今回ね、ちょっとまだ僕1回しかクリアしてないので、そんなに動きっていうか、説明できるかわかんないんですが、まず目の前にスイッチがあります。あれ、先ほどちょっとゼウスだとやられちゃったんですが、多分ニケちゃんだと当たらないはず。そうだね。ほら、こういう感じで当たらないんですよね。で、まず、もう、遠巻き。もう、離れます。とにかく、後ろから。まあ、その理由はまあ、単純明快で、雷がやっぱり拡散するんですよ。広く。近いと、やっぱり一気に出てくるから難しいんですけど、離れてると、こういう感じでどんどん、雷って広がってく。雷っていうのかな、これは。うん、雷だね。その広がってくので、まあ、当たり判定がかなり少ないと。当たりにくくなるという形ですね。はい。で、あとは、これで、こっからよ、こっから。近いとダメなーんごめんなさい。ここで、ごめんなさい。今ちょっと僕、突っ込んじゃったんですけど、まあでも突っ込んでもいいのかな、今ので。今ので頑張って、弾幕を避け続けて、避けてもいいんですけど、一番理想なのは毒切りに当たってもいいので、もう一回さらに、ぐるっと回っていく。ちょっと危険かもしれないんですけど、それが一番いいかなと。だから今みたいな感じでやれば、スイッチ3つは押せます。だから、スイッチまず真ん中、一番最初押します。で、できるとそっから押した後にも、もう端っこでもいいです。もう本当に壁沿い歩いてって、なんだろう、まあ、右か、例えば右か、でも多分右の方がいいね、最初。右かは押します。そっからそのまま真ん中を走っていくんじゃなくて、もうまた壁沿い。まあ、毒切りがちょっと10秒無理だなと思ったら、ちょっと壁沿いというかね、毒切りからちょっと出たところでいいと思うんですけど、そっからぐるっと回って、僕のところとか、今のところ行って、押せば、そっからはもう、賭けじゃないけど、そっからできれば戻るのが一番いいらしいんですよ、さらに。それかタイミング見るから、一番また壁の端っこにいて、そのね、ゼウス青鬼が、こっちに来てる時って、今みたいな動きなんですよね。この雷の動き。ちょっと覚えておいていただいて。で、それがかなり広がってきたと。雷の、なんだろうな、その弾が。すごい、避けやすくなってきたら向こう行ってる合図らしいんですよね。やっぱり向こうに行ってたら、それは拡散されてるから広がってるから、それが合図で突っ込んでいけば、ゼウス青には向こうにいるから、入れるということでございました。はい。ということをちょっと一応お聞きしたので、まあ、ぜひ、ゼウス青に、まあ、あと魔王にもですね、ちょっと厳しいという方は、ぜひ、今この動画の通りって言ったらちょっと偉そうなんですけど、ぜひぜひやってみてくださいませ。ということでじゃあ通常ステージ行きましょう。4つ揃えたよ。あと猪之助だけなんだけどなぁ。あ、サブチャンネルでガチャ動画上げてるのでよかったら見てみてください。じゃあニケちゃんで行きましょうか。だから今の、まあ、でもいい検証だったかもしれないね。ゼウスで、ゼウスがどれだけ難しいか、そして、ゼウスの要はカラーチェンジというか、それをするのがどれだけ難しいかっていうのがわかりますね。隠しステージでもなく、通常隠しステージじゃないだけまだいいけど、そのゼウスで1回勝利じゃなくて15回ですからね。なんか、とんでもない、でかい範囲のゼウスで、クリアって、できるかな僕。だってもうあと1週間。これさ、もうちょっと期間長くしてほしいかもしれない。初めてかもしれない、この延期して。てかさ、もうずっと置いてほしい。期間限定なの？って思っちゃうんだけど。
あれ期間限定ですよね。12日まででしたよね。その青の塔って。なんでだろう。え、もしかしてログインボーナスが12日まで？いや、そんなことなかった。確か12日まで青の塔が出現って書いてあったからな。ずっと出してもらってさ、なんで、なんかその、1ヶ月に1回ぐらいさ、その、どんどん、その、塔が追加されていくみたいな。そういう感じじゃダメなのかな？なんかこの、まあね、わかんない。この塔システムってすごいやっぱり好評だったじゃないですか。その、まあ、もちろん、その、なんだろう、皆さんのコメントの反応を見てみる限りっていうだけじゃなくて、その、ツイッター見ても、その、やってるやってない関係なく、その、なんだろう、普段ずっとやってる方とかが、すごいいいイベントって言ってるのを見て、オートチケット最強大です。はい。見て、これから隠しステージあるからね、すごい多分チケット使うから、ありがたい。で、その、だから、すごいいいイベントだと思うんだよね。だから上級者の方もいいイベントって言ってるから、やっぱりいいイベントだと思うので、これはぜひ、こういうのをむしろね、なんか、なんか毎日レアガチャのキャラ作るより、この塔を作ってくれた方がありがたいんだけどね、月に1回。月に1回なんかその、また5回追加とか、さすがに月に1回、1回だけってのはちょっと嫌だから、1回っていうかね、その、一つの青鬼だけってのはちょっと嫌だから、その別にどでかい青鬼来なくてもいいから、なんか普通の青鬼っていうかなんか面白いステージ作ってもらってみたいな感じで難しい。いやでも、今の人員ならできるんじゃないか。確実に多分人が増えたと僕は思っている。そう。絶対そうだと思うんだよ。絶対人増えたって。ありがたいことにね。全然違うもん、力の入れ具合が。力の入れ具合って言うとなんか今までがみたいな感じになったらちょっと失礼かもしれないんですけど、でもそれはちょっと言わせていただきたい。いい意味でね。いい意味で、すごい変わったと思いますので。いやー、いいよ、本当に。いいよ、いいよ、松本いいよ。あー、ちょっと待って、全然ガスマスクが出てこない。いいの？出てこない。いいの？ドロップアウトボーイ！出てこない！いいの？ちょっと待って、ダメなの？俺！ちょっと本当にこれ、ちょっと落ち着け、クロノス教授。クロノス教授。だ、まずい。お、大丈夫。あぶねえ、あぶねえ。終わったと思ったよ。蜂蜜いっぱい食べたいな。さあ蜜です。危ない、危ない。蜜です、蜜です。プーさん蜜です。危ない。プーさん、あ、欲しい。いや取られるよな。いやこれガスマスク一回も取れず、結局これは負けたか。いやまだわからない、まだわからない、まだわからない、まだわからない。落とせ、落とさない。誰か落として、誰か落とせ。やべえ、ダメだ。今のは無理でごじゃる。はい。はい、ということで、まあ、とりあえず今回はね、ゼウス青鬼と、魔王鬼を。まあ、結構これで簡単にクリア。まあ、ちょっと、やられた僕が言うのはあれなんですけど、結構スイッチ3つまではね、サクサクって言うけど、そっから、ずっと入れば、ずっと入ればっていうかね、ちょっと離れて、その、雷のね、その範囲で、ゼウスがどこにいるか把握して突っ込んでいけばいけるって聞いたので、まあ、かなり簡単にクリアできるようにはなるんじゃないかなと思います。まあ、魔王に関しては本当に簡単にクリアできると思う。その、石像で閉じ込めっていうのをね、やったら。まあ、できるだけちょっと早く投稿したいので、もしかしたらゼウス兄を倒した、その日の夕方に出してるかもしれないですけど。まあ、ちょっと、よかったら参考にしてみてくださいませ。まあ、どちらにしても、隠しステージも挑戦しますし、隠しステージクリアまで頑張りますので、よかったら、これからもね、よかったらチャンネル登録、そして高評価、あと、通知ボタンが多分一番、あれかな、重要だと思いますので、それやってすぐ見ていただいた方が嬉しいかなと思います。はい、嬉しいかなというか、はい、いいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ今回、この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。さあ、隠しステージ頑張るぞい。